ピンチがチャンス JJ チャンネルです。お元気ですか？ベトナムから配信しております。今日は飯山あかりさんの件についてお話ししたいと思います。合わせて日本保守党の話ということをさせていただきたいなと。僕はですね、日本保守党が立ち上がった時にインターネットで保守党の党員を募集するぞと言った時に、百田尚樹、ね、非常に知名度のある人だし、まあ彼は素晴らしいなということで、有本薫さんも好きだったので、党員に一番乗りで申し込みをしました。ところがですね、この間、ちょっと前にありましたよね、半年ぐらい前にあったかな、東京の15区の補欠選挙に飯山あかりさんが出馬したという頃からです。僕はですね、なんか日本保守党、ちょっと違和感あるなということで、党員もやっぱりですね、正式入会するのをやめたんですよね。で、今はですね、今回の飯山あかりさんの件で、ああ、よかったなっていうふうに思ってます。で、なんでそういうふうに思ったかということをね、今からお話しますね。飯山あかりさんの件についてね。で、僕は大阪に住んでいて、橋下徹が、知事になった時ですね、この時もですね、騙されて、彼の涙に騙されて、屋敷鷹人という名前、ね、僕好きでしたからね、鷹人がね、彼がお膳立てをした橋下徹、ね、に騙されて、ね、大阪維新の会に投票しましたけれども、今はもう大変なことになってますよね、これでね。で、騙されたと思ってね、日本保守党にもですね、まあ、裏切られるようなね、ことにならなくてよかったなと思ってます。ね。で、なぜそういうふうに思っているかというとですね、今回ですね、飯山あかりさんのことちょっと気になってたんですよ。何日か前の動画でも言ってます。それか、あれ、お蔵入りになってまだ上げてないかもわかりませんけれども、最近飯山あかりさんってどないしてんのかなーってね、思ってたら、夢を見たっていう話、これした僕動画でね。してなかったらひょっとしたら、この後上がるかもわかりません。ちょっとテレコでね。だいぶ限定付きの動画があって、上げてない動画があるのでね、限定が外れたら上げていこうっていうふうに思ってるんですけれども、そんなふうに思ったんですよ。飯山あかりさんのことね。どうしてんのかな、彼女ってね。で、僕彼女のことは初めあんまり好きじゃなかったんですけど、途中で好きになっていって、今めっちゃ好きなんですよ。飯山あかりさんのことね。で、ちょっと心配してたんですよ。彼女どうしてんのかなと思ってね。で、東京15区も一生懸命ね、頑張って、まあ結果は出なかったけれども、すごいパワーやなとね、この人すごいなと思ってたんですよ。で、今回衆院選ね、日本保守党が30議席出すと言うて発表したんで、当然飯山あかりさんっていうのは、出馬するもんやとね。で、当然彼女はですね、もう前回の実績、日本保守党が、ね、いわゆるの、彼、百田尚樹は本格的な勝負に入りますって言ってるけれども、東京15区の補欠選挙の出馬、国政選挙の出馬が本格的な第一歩やったと思いますよ、僕は。彼はそれは認めてるような発言はしてないけどね。それに打って出たのが飯山あかりさんじゃないですか。だから今回は、義理人情を立てれば、彼女は東京ブロック比例1位で、出なければいけない立場の人間なんですよ、飯山あかりさんね。それが今回、ね、なんと、何の相談もなかったと。日本保守党から、今回の衆院選に関しての、どないしようかな、飯山あかりさんと。ね。普通だってこうなるやんか。どないしよう、飯山あかりさん。選挙終わった時にね、もう選挙はこれごりやと。ね。もうこれで終わりにしたいなんて言ってたけども、あれは直後の話やから、ね。今回、ね。まあ、石破の新政権が誕生して、日本保守党も党員が山ほどできて金もあると。そやからもう一回俺らと一緒に国政政党で俺らのこの保守の思いをね、一緒に国政でやっていけるチャンスやから、一緒に選挙戦おうよというね、お声掛けをして当たり前やんか。こんなもん当たり前やんか。人として当たり前やんか。ね。頑張ってやってきた人やから飯山あかりさんね。それをですね、全く一言も相談がなかったらしいんですよ、飯山あかりさんに。全くですよ。これどう思う？これね。で、飯山あかりさんもなぜ私に何の話もなかったのかよくわからんみたいな話をしてるし、まあ、この件については僕の耳には飯山あかりさんからあんまり詳しい情報っていうのは入ってきてないんですよ。どっかで言ってはったらごめんなさいね。それでですね、僕はこの話を聞いたときに、今日はこの件について考察したいと思います。ね、これいろいろ言われていくと思いますよ、これから。ここの件で日本保守党は誰になる可能性ありますよ、この件で。やっぱりこれからの時代、新しい政党が生まれる。これは僕らもですね、新しい政党が生まれてほしい。今の政党ではダメやと。今度の選挙をどこに入れんのか。悩んでる人いっぱいいてると思う。ね。いや、自民はね、もう今回もうあかんわ。どこに入れようかな。言うたら入れるとこないんよ。ね。入れるとこないから困ってると思うよ。僕はもう入れる人決まったよ。もう今回もう完全に自民党はあかんっていう風に、僕はノーを叩きつけたいから、白票ではなくて投票します。ね。誰に投票するかっていうのはですね、もう決まってます。ね。N さんに投票しようと思ってます、僕はですね。まあ、この話はちょっと置いときますね。ややこしくなるからね。もう一回飯山あかりさんの話に戻りますね。で、なんでこの飯山あかりさんね、あんだけ頑張ってた日本保守党からね、いわゆる、もうまあ、ちっとけやと、ね、粛清みたいなことになってるのかということなんですけれども、原因はですね、この、二つほどあるみたいですね。もっとたくさんあると思いますよ。あれだけガチガチに一生懸命やってきた人を粛清するわけですから、何の相談もなく、ね。まあ言うたらですね、ようけ党員も集まって、ようけ金も集まってですね、30人も全国に候補者が出せるぐらい力がついてから、ね、一番応援してくれた人をあっち行っとけてやるわけやから、ね、僕はこんなやつは一番嫌なんですよ。こんなことが一番嫌なんですよね。この辺考察したいと思いますけれども、二つ理由があるみたいなんですよ。一つはね、15区の補欠選挙の時に、飯山あかりさんの選挙カーに乗った、百田直樹。もしくは応援演説かな、その時に歌を歌うんですって、百田直樹がね。で、その歌を歌うのをやめてほしいっていう風に忠告したみたい。これがなんか気に入らんかったっていう話が出てます、一つはね。それを注意したら、あんまりいい気分じゃなかったということですよね。で、二つ目は、翼の塔ってあったじゃないですか。ね。んで、あれがもう小池百合子も、いわゆる妨害するし、飯山あかりさんの事務所にも来て妨害するしって言ってね。これの、対応について、こういう風にした方がいい、こんな対応した方がいいということで、ものすごく、まあ、口論になったみたいです。で、この口論を見ていたのが、この長谷川さんが見ていて、すごい口論をしているな、ということで、長谷川さんが自分の YouTube チャンネルで、まあ、自分は直接、百田直樹と飯山あかりさんが大喧嘩みたいな口論をしているところの現場にいたから、それを見たというね、ことを YouTube でお話しされてました。ね。ということで、原因は、やっぱり、まあ、僕らはね、それが詳しいところまでわからないけれども、こういったことから、日本保守党から何の相談もなかった。そしてあんだけ頑張ったのに何の相談もなかった。しかもそんな喧嘩をしたとか、口論があったとか、気に食わんかったという話があったということは、やっぱり百田直樹が今回、日本保守党として、飯山あかりに相談せんでもええという判断をしたんじゃないね。そして、もう今回は彼女なしで選挙戦おうということを決めたんじゃないで、これをですね、こういうふうに見るのが、こういうふうにしか見られへんよね。普通はありえへんよね。で、じゃあ有本さんはね、この件についてどう言ってるかというとですね、彼女が選挙、東京15区の補欠選挙が終わった時に、もう選挙はこりごりやからもう終わりにしたいっていうことを、選挙の終わった直後に言っていたから、わかりやすく言ったら何も相談もせえへんかったんやという言い分がこれ有本香織なんですよ。ね。せやけど、こんなもんお前選挙終わった時にね、もう破れたばっかりでヘトヘトになってる人間がね、よっしゃ、まだまだ頑張るでって言うか、言うたら言わへんよね。俺でも言うわ、もうええわ、もう疲れたわ、選挙、こんだけ頑張ってもあかんねやったら、しんどいよなって言うやんか。まあ、それをそういうふうに言ってたから相談せえへんかったんやという立て付けで、有本香織は言っていると。ね。で、百田はですね、今回の件について、独裁的なことは俺はやったことがないというふうに言ってるらしいんですよ。ね。じゃあどういうことかと。ね、僕はこのこと、簡単な事件ですよね。一生懸命頑張って、日本保守党を盛り立てていた飯山あかりが、一番の見せ場の時に外されたという事件です。僕から言わせたらね。この事件ね、考察してみようかということなんですね。ここにはですね、人間の欲というものが一つはあると思います。で、もう一つはですね、まあ考察というよりもこんなことじゃないかなっていうね、人の思いということを考察したいと思いますけれども、一つはですね、まず東京ブロックの比例で、有本香里が1位なんですよ。というと、こういうことやね。比例でブロック1位になるということは、どういうことかというと、絶対に、今の日本保守党の力から言えば、当選します。これ、衆議院議員に有本香里は比例で、東京で1位ですからね。活動を続けてきたわけですからね。どうしても私は、国会議員になりたいという思いがあるというのはこれは間違いないですよね。1位ですからね。本来なら僕は前回戦った飯山あかりさんがブロックで1位になるべきやと思います。これ人の道やと思います。ね。そして有本薫は小選挙区で戦って、ね。そして比例復活っていうのは有の立場でいいと思います。ね。で、近畿ブロックの1位は、百田尚樹が取ってるらしいですね。まあこれ代表やからどうかなと思うんやけれどもね。こういうことから見て、まずね、この有本香里さんについては、絶対に自分がその地位と名誉というものが欲しかったんじゃないかなっていう匂いがします。これ分かれへんよ。だけどそうやと思うよ。ね。で、日本保守党としたら、ものすごい党員が集まって、党費も集まって、献金も集まって、金があるから30人候補者出せるんですよね。これ手弁当じゃないですよね、絶対ね。その政党の費用から援助をするという形。お金の詳しいこと分かれへんよ。分かれへんけれども、金はある程度、初めての門出の選挙でいきなり30人全国に出すということは、これもう当然億単位の金がいるわけやから。まあこれを1年かけて集めてきたということやろね。で、まあ国政に出てですね、日本を、まあいわゆる保守という立場で、新しい国家を作っていこうというふうに考えている。まあこれは賛同できるけれども、そもそも、今たくさん国会議員いてるわけですわ。政党があるわけですわ。どんな政党が欲しいのか、新しい政党が欲しいのかというとですね、僕らはやっぱり人に優しい、温かい、義理人情を大事にする。この党は信用できるねと、裏切らへんでというのが、そもそも欲しいじゃないですか。今ある政党は、もう全部そうじゃないですか。ね、そこがないじゃないですか。ぐちゃぐちゃ揉めて、新しい党もぐちゃぐちゃ揉めてるし、古い党は古い党で、ね、二世議員、三世議員ばっかりで、もう利権にまみれなっててね、本来大事に しなければいけない、ホスト歌ってても大事にしなければいけない、温かさとかぬくもりとか優しさっていうのがかけらも感じないですよね。なので、せめて新しい政党には、ね、百田尚樹にも期待しましたよ。ね。温かい人間味のあるね、政党を作ってほしいなと思ってた。ね。その中でこの人ならできると思っていた。ところが今回どうですか？冷たい人間やんか。こんな冷たい人間に、ね。もう僕はですね、もうそもそもこの冷たい人間が政治したら、そんなもん保守なんかでけへんわ、絶対。ね。大切にしようや、仲間を、家族を、いうことじゃないですか。ね。自分と一生懸命戦ってきた身内ですわ、飯山あかり。これをですね、もうお前嫌いや、言うてこないして何の相談もなく今回の衆院選戦う言うたらやね、どんだけ冷たいねんと思うわ、人間として。ね。で、なんで僕はここまで言い切れるかというとですね、今の現状でもしも百田尚樹の器が大きかったら、有本香里の器が大きかったらこうなってたと思うよ。ね。あ、香里さん、飯山さん、そうかと。あの補欠選挙そんなしんどかったんかと。もう選挙はこりごりかと、終わりかと。ね。ほんなら今回は俺らが戦うから、あんたはバックヤードで助けてくれ言うてね、このコミュニケーションができててしかりやんか。ねえな、飯山あかりも、そうやねって、もう私ももう家族もおったしね。もう前回の選挙疲れて、また今度いたらしんどいから、私は裏方で応援させてもらうわと。普通やったら人間の絆というものがあれば、温かい人間であれば、こういう形になって、こんなコメントが出てきて、そして僕ら、いわゆる、ね、オーディエンスというかですね、見ている人間はですね、そうかと、今回飯山あかりさん出馬せえへんのか、そうか、疲れたんやなぁと。だけれども、こういう風にして、ちゃんとみんなで仲良くコミュニケーションを取った、結果の行動であれば、もうこれしゃあないんじゃないかなって、僕らも伝わってくるやんか。ところが、それがないんですよ。ね、私は今回いろいろ代表と話し合って、有本さんとも話し合って、特に有本香里とは朝8で毎週会うてんねんで、それでも何も相談もなかったらね、これはっきり言って人間としてね、僕がもしもね、飯山あかりさんの立場やったらね、毎週朝8で有本香里の番組出ててね、で、衆院選の話題、何も相談受けへん、何の話もない言うたらですね、俺もめちゃ落ち込むわ、俺やったら。あの時私一生懸命頑張った仲間やんか」言うて「なんで私には何も相談してくれんの、何の情報もくれへんの、ここなるやんか。俺めちゃくちゃ悲しかったと思うよ、辛かったと思うよ。今もうめちゃくちゃ落ち込んでるんちゃう本当はね」ということで僕はですね、今全国から集まった日本保守党の党員が大阪維新の会みたいに騙されたってならんうちにね、ちょっとこの問題自分なりに咀嚼をして、日本保守党ね、一体どうやねんってことを考えた方がいいんじゃないかなっていうような、ね、ことを考えてもらった方がいいんじゃないかなというような感じで話をしてます。僕自身は今回のね、件でははっきりとですね、冷たい人間たちやなと。ね。そんなことするかと一緒に戦った人間ね。もうズタズタのボロボロになった人間。もっとケアせなあかんの違うのっていうふうに思います。悲しいな、優しくないな、冷たい人間やな。やっぱり人間って組織を作ってね、作っていくまではですね、それがないけれども、あるんやろね、作っていくまでは一緒の同士やから。だけどその大きな組織が出来上がったら、こっちが大事になるんだよね、大事になるんだよね。それ嫌やね、嫌やね、もう苦しいね、いうことやね。はい。いかがでしたかね。なので僕はもうこんなね、当然今度、ね、もしもこのことがなかったね、飯山あかりさんがね、私は裏方に回って一生懸命保守党応援すんねんっていう流れやったら、今回の衆院選、日本保守党に多分入れてたと思うわ。だけども前回僕大阪維新で痛い目見てるからね、よかったなぁと思ってね。うん。で、僕は今回自民党には絶対入れへんし、日本保守党にも絶対に入れません。こんな冷たい党、新しい党、いらんははっきり言って、ね。僕は入れないつもりです。ね。もう一回考えてほしいなっていうふうに思いますね。一番、そもそもの原点、一番大事な、人の優しさ、義理人情がないところにね、そんなもん、お前投票できるかいう話ですね。で、自民も、ほんと誰に入れんねん言うたらですね、僕は N さんがええなと思ってます、僕はね。でも、めっちゃ好きなんじゃないですよ。もう言うたら、もう消去法で言うたら N さんしかいてへんかなっていうふうに思ってます。はい。今日はこれぐらいにしておきたいと思いますね。はい。でもまあ、日本保守党が好きな人はね、日本保守党に頑張って入れてもらったらいいと思いますよ。それは、どこの、誰が好きで嫌いかいうのは個人の自由やからね。僕もこのチャンネルね、いろんなね、アンチいっぱいコメントも来るし、アンチいっぱいいてますよね。それはこんだけ突っ込んでこうやって話するわけやから、アンチいてるよ。だけれど僕はですね、そのアンチも大事にしてるんですよ。いろんな意見があってしかり、特に YouTube なんてね、一方通行で好きかって言わしてもらってるわけやから、僕の言うてることにないけど、それは違うって言われて当たり前のことやと思ってるから、どんな意見なんて聞きますやんか。だからコメントもちゃんと返してますよ、そういうコメントにはね。だからちょっと悲しいな、百田直樹さん悲しいな、もうちょっと優しくなってよと、大人になってよとね。石破もそうやん、石破も全然器がないやんか、総理になったらわかるやんか、もうなんか浮き足だってくる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 してね、言うてることも変わるしね。やっぱり器って大事だと思うよ。全てのものを受け入れていく器。この器って何かって言ったら、度量っていうのは優しさやと思うんですよ。思いやりやと思うんですよね。もうこれがないと思う、もうちょっと悲しいなということでした。はい。今日の動画はどうでしたか？面白かったですか？それとも面白くなかったですか？聞かせてください。はい。面白くなかった。そうですね。ありがとうございます。やっぱり僕の動画は面白くないということですよね。頑張ってね、面白い動画が作れるように精進したいと思います。初めての方、チャンネル登録よろしく。以上、JJ チャンネルでした。